本当は家で寝てから行くべきなんだけど、まあ多分余裕ですよ。うわ、きったね。お、聖水、聖水来た。聖水ってさ、雑魚出なくなるけども、最近はブーメランあるから雑魚とか余裕だからね。で、一掃できないやつは効果ないんで、あんまり意味がないっていうね。よし、オッケー。さあ、アリアハン脱出の時来たる。さあ、一体魔法の玉、どんな魔法を見せてくれるんやろな。ツッコミどころマックスのシーン来るぜ。お、じいさん。お、さっきの祠のじいさんか。またちゃうじいさんか。いざないの洞窟じゃ。階段は石壁で封じられておる。石壁、おー、動きそう。動く石像ってさ、このサイズが動いたら勝てないよね。このサイズの動く石像とか、勝てねえよ。はい、ということでね、魔法の玉を使います。はい。爆発流、ね、ということで魔法の玉はただの爆弾ですね。物理です。まあどの辺が魔法かは全く分かりませんが、今まさに封印はほどかれた。封印も物理ですよね。封印っていうか壁ですよね。世界地図あげちゃう。まあイオナズンも魔法っつってるけど爆発だし、そういうことなんでしょう。この洞窟を抜けた先には果てしなく広き世界が待っておる。あのさ、今のところボイスがさ、主人公の家族王様を除くとさ、ルイダーさん以外全部ジジイなんだけどさ。本当に声つける人それで合ってる？気をつけていくのじゃぞ。ねえ、勇者の家族、ね、王様、ルイダさん、以外、全部ジジイなんだけどさ。まあまあ、行きましょう。実は全部同じ人の可能性があるよね。聖なるナイフぐらいがあったと思うんだけど、正直いらないよね。あ、アルミラージュはやばい。楽勝だよ。疾風好きなければ全部先制だわ。まあ、初見プレイの時はね、アルミラージュにボコられるのが基本なんですが。ウサギの尻尾は、性格変更はメインのみ。飛び降りるとかあった？こいつのベラも襲いたいんだけど、もう楽勝だよ。ここが一方通行なんだね。はいはい、うん、飛び降りれるね。で、うん、聖水使ってみる。一通り戦ったら誰いたっけな、ここ戦ってないの。聖水使ったら敵出なくなるかな。全然出るね。悪くない。
ドラクエは、力とヒットポイントゲーなんでね。全然出ますね。大ありくじゃなくてお化けありくです。強くて。鎖鎌は単体かな。おめえ装備できねえのか。全然できないね。全然できないね。ゴミでした。私のパーティーには不要なものです。トゲのムチがめちゃくちゃ強いね。そして勇者のパラメーターが異常です。もともとね、勇者ってね、レベルアップがクソ遅いんだけど、幸せの靴もらってるんでめちゃくちゃ早いんだよね。あれ、こっちからもいける。スタートじゃねえんだって。こっちが外れなんでこっち行こう。宝箱、ほらあった。目覚ましリング、眠り攻撃に強くなる上に運の良さも上がるんだぜ。で、勇者が死ぬのがね、眠るのがね、一番戦力ダウンになるんで、こんな感じですかね。おそらくアルミラージは一度も攻撃することないんじゃないかな。うん、では、はい、尻尾好きはしょうがない。いやー、ファミコン時代はね、ほんとここをレベル上げ特にせずに来るとアルミラージに眠らされてボコられるっていうのが基本なんだけど、余裕すぎる。さすがにね、俺は初見から一人旅はしなかったけど、一人旅でもさ、このブーメラン持った勇者を止めれるのかっていう完全にドーピングされたこの勇者を止めれるのかって話だよね。先制ブーメランで敵全滅だもん。何も怖くねえよ。で、残った1体2体もヒットポイントと守備力にドーピングされた勇者を倒しきれるのかっていう。気づいた。逃げ逃げリング、これ性格も変わった気がするんだよね。イグジだし、呪われてる。その代わり素早さは上がる。でも性格変わらないんだったらサブに装備しておくのはありかもね。今作は呪い装備は呪いを解くとぶっ壊れるのか外れるだけなのか。ファミコン時代は、壊れた。スーファミ時代は覚えてない。割とフルリメイクに近いからね、あんまり過去のね知識は役に立たないかもしれない。それにしても楽すぎる。うん、左下と左のちょっと上行って次のフロア。このあとね、3本の長い道があって、外れに行ったらストレス溜まるっていうところなんだけど、地図あったら楽勝じゃない。お、宝箱。
確かね、スゴロク上でブーメランが手に入ったと思うんだけど。今回はスゴロク上ないからね。ていうかさ、この複数攻撃にも会心出るんだったらメタル狩りは複数攻撃の方がいいよね。はい、こちら。ダメだって、先に地図を教えちゃダメだって。もうね、実際は初見でここ来た時にさ、あんまり体力も残ってなくて、どこまで行けば終わりかわからない段階で3本の道で外れの場所行って、あーまだかよってなるのに、先に地図見せちゃったらさ、いやー、亀の甲羅買わなくてよかったね。獣さんはもっとゆっくりしていってね。賢さの種、賢さの種って意味あるんですかね。 MP の伸びやすさ、今作レベルアップで MP 回復するからあんまありがたくないっていう。そろそろイを覚えますか。賢さ、あ、そうだ、セクシーギャルに変えたんだ。ボミオス、ボミオスって使う価値あるんですかねっていう。ボミオス使うぐらいだったらピオリム使うよね。よし、アリアハン脱出。いら調べるタイプか。台に乗るんじゃなくて調べるタイプか。と思ったら下に階段があった。た、旅の扉の音楽あのままにしておいてほしかったな。プルル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 にしといてほしかったな。あ、悲しい音楽だ。祠の音楽。誰か死んだ音楽だよね、これ。イザナイの祠、地下1階。まあ、もう敵は出ないけどな。壺発見、お金です。誰だ。あ、ピキー、僕悪いスライムじゃないよ。悪い魔物ではなさそうだ。待つのじゃ。さあ、今回のね、新機能ですよ。モンスター爺さん、間に合ったか。そしてまたボイス付きジジイですけど。よくこのスライムに攻撃しなかったな。よかったな。もう何も怖くないよ。もう何も怖がプルプルプル。お前さん、この世界におとなしくなるモンスターが現れているのじゃ。気に入られたようじゃな。わしはモンスター爺さんじゃ。やっぱそうだった。モンスター爺さんじゃ。はい、うん、ごめん、意味がわからない。はい、いいえってなんだよ。わしの名はせお主に、もしまたどこかわしの元に送ってくれんが、この先の町ロマリアにはそんなモンスター同士の力比べの場、モンスターバトルロードがある。気が向いたら寄ってみるがよい。
ではまた会おう、若き旅人よ。プルプルプル。はい、ということでね、町やダンジョンなどにいる魔性が消えたモンスターは人を襲いません。近づいて話しかけると保護することができますよと。人間の姿を 見たら逃げ出す者もいますし、ヒントメッセージを参考にアイテムや特技を使ってから近づくのじゃ。ってことは消え去りそうとかですかね。で、バトルロード会場に行けばと、うん、お、魔物使いは保護したモンスターが増えれば増えるほど、ね、新しい特技を覚えていくぞ。そのためにね、今回のね、新しい職業、魔物使い入れてるんでね、しっかり楽しみながら行きましょう。行くぞー。トロフィーゲッチュ。さあ、世界一、あれ、思ったより広くね、全域表示。はい、ということでね、右下がアリアハンです。ね。あれ、これ、なんか、どっかで見たことある地図じゃねっていう。ということで、ロマリアかな次行くの。いや、アイコン非表示、うん、拡大表示。ここギリシャですね。ということでね、ドラクエ3の世界地図は、現実の世界地図とわりかし近いところがありますんでね。それでは行くぞー。ちょっと敵と戦っとこうか、せっかくなんで。めちゃくちゃ余裕だったんで。コウモリ男が全く痛くない。タタタタってったん。まあ悪くない成長。全くヒットポイントも MP も減らずに来たんで。ポイズントーク。ちょっともうメラやヒャドじゃダメージ足りなくなってきてんだよね。早くメラに覚えてもらいたいですね。よし、正面から行こう。